皆さん、こんにちは今日は主に、えしろの企業物語ゲームのインストール後に動作しない場合の解決策を説明します。このゲームが動作しない可能性を、私は4つのカテゴリーに分類しました。1:.net コアライブラリが不足しているため、エラーメッセージが表示され、ダウンロードするかどうかを尋ねられます。2:GLFW の DLL を読み込むことができないため、エラーが発生します。 3、ハードウェアが OpenGL を実行できないため、WGL で始まるエラーメッセージが表示されます。4、ゲームは実行可能ですが、起動時に画面が平たい状態で表示されます。最初のケースと2番目のケースについて説明します。1つ目は .NET Core ライブラリーが不足している場合であり、2つ目は GLFW をロードできない場合です。Steam のライブラリーで、えしの企業物語を見つけました。 マウスの右ボタンで管理をクリックし、その後、ローカルファイルを閲覧をクリックしてください。その後、ゲームファイルのディレクトリーが表示されます。ここには、レジストというフォルダーがあります。ディレクトリーに移動すると、関連するライブラリーが含まれています。もし、.net コアライブラリーが不足している場合は、以下の手順に従って do netx64 または do netx86 をインストールしてください。 お使いのシステムが X64 フレームワークの場合は、X64 を、X86 フレームワークの場合は、X86 をインストールしてください。もう一つのケースも同様です。GLFW を読み込めない場合は、VC++ のレジストライブラリーをインストールしてください。X64 の場合は、X64 を、X86 の場合は、X86 をインストールしてください。これらの問題の原因は、ライブラリーがインストールされていないためです。 ライブラリーをインストールすれば問題なくなります。今度は第3の場合を見てみましょう。ハードウェアが OpenGL を実行できない問題です。独立グラフィックスカードの場合、通常はグラフィックスドライバを更新するだけで問題が解決します。統合グラフィックスカードの場合、特に古くない場合は、統合グラフィックスのドライバーを更新することで修正できるはずです。では、 グラフィックスドライバーを更新する方法を見てみましょうデスクトップに戻りこの PC を右クリックしプロパティをクリックしますその後システム情報ウィンドウが表示されますウィンドウを下にスクロールするとデバイスマネージャーが表示されますのでそれを開いてくださいウィンドウを一番下までスクロールし ディスププレイアダプターが表示されるまで展開します。展開後、現在のグラフィックカードのモデルがわかります。一般的独立グラフィックスカードは、NVIDIA の N カードや AMD の A カードです。他のものは、インテルや他の統合グラフィックスです。ブラウザを開き、もし私たちが NVIDIA のグラフィックスカードを使用している場合、 NVIDIA のグラフィックスカードドライバーを検索し、公式のドライバーを見つけることができます。その後、NVIDIA のグラフィックスカードドライバーのダウンロードチャンネルが表示されます。ここで、私たちの現在のグラフィックスカードモデルを見つけることができます。例えば、私の場合は RTX3080 です。ここでは、30シリーズの関連カテゴリーを見ることができます。その後、下にスクロールすると、 を見つけることができます例えば、私たちが1660を持っている場合、10シリーズをクリックすると、1660に関連するカテゴリーを見ることができます。最後に、対応するオペレーティングシステムを選択し、例えば Windows 11の場合はダウンロードを完了してください。もし A カードの場合、AMD グラフィックスドライバーを検索してください。 AMD の公式ウェブサイトにアクセスし、そこにたどり着いたら、次のようなページが表示されます。グラフィックスカードまたはプロフェッショナルグラフィックスをクリックし、対応するグラフィックスカードモデルを見つけてください。例えば、5000を選択し、関連するモデルを選んで提出し、対応する Windows バージョンを選択してダウンロードしてください。 残りのインテルの統合グラフィックスも同様です。グラフィックスドライバを検索し、ダウンロードしてください。ここではもうデモは行いません。その後、最後のケースを見てみましょう。ゲームは実行できますが、画面のアスペクト比が正しくありません。これは通常、他のディスプレイを接続したためで、外部ディスプレイの解像度またはアスペクト比が現在のディスプレイと異なるため、誤った高さが返されました。 それに対処するためには解像度を固定すれば問題ありませんスチームライブラリにアクセスしローカルファイルを閲覧を選択しますレジストをディレクトリーに移動しそこに lock.ini というファイルがありますこのファイルをコピーしてくださいコピーする 一つ上の階層に戻り、貼り付ける。ファイルを開くと、ロックとオープントルーというものが見つかります。この機能が必要ない場合は、フォルスに変更します。使用する場合は、プルーに設定します。以下は、ロックする解像度、幅、高さです。もし 4K なら、ここを 4K に変更し、1080p なら 1080p に変更します。変更した後、 保存してください。ゲームを再度開くと正常に動作します。これは現在の知られている実行できない問題の要約です。このビデオをご視聴いただき、お役に立てたことを願っています。ありがとうございました。